みんな違いますからね。日本人のその発想の豊かさっていうのは感心しますね。日本大好きなんです。120年ぐらいになるんですがね、でちょうど私は3代目ということで、手間のかかることばっかりですよね。例えばこの鎖なら鎖も10万もあるとすれば、それ一つ一つみんなこう繋いでいくわけですから、一番大切なことは精神的な安定だと思いますね。夜に使う絹糸は、あそこのいつ取れた絹糸がいいとか、一つの文化としてあるわけですよね。感動しますね。ああ、ここにその先人たちが工夫した跡があるとかですね、学校で教えられなかった歴史を探っていったりとかですね、面白いですよね。私はウルトラ日本人みたいな気しますよ。